こんにちは。こんにちは。ゆるく学ぼう日本経済、はい、今日は原発エネルギー問題第5回といたしまして、はい、地震にかこつけて原発停止を煽る人たちということで、はい、これね、今まではずっとこれ、はい、あの東日本の大震災のお話を ね、はい、大広先生と一緒にやってきたんですけれども、はい、この私たちがこう収録いつも1ヶ月に1回ねまとめて、ね、あの1ヶ月分を収録してるんですが、すね、はい、この、期間の間に、はい、熊本の大震災が発生ということになったわけですよね。発生したのは4月の14日の、うん、夜中だったと思うんですけど、ね、はい、はい、で最大震度7で、うん、2回大きな地震があったんですね。両方とも震度7だった、うん、なんかね、2回目の方が本震だったみたいで、はい、なんか私も熊本のお知り合いの方に聞いたら1回目はまあなんとか耐えたけど、はい、2回目でもう崩れてしまったとかいうお家がすごく多いらしいですよ、うんうん、地震のエネルギー的にまあ10何倍違うっていうふうに言ってます。あと、の方が大きいって言ってたんで、被災された方に本当心よりお願い申し上げます。で、だから今まではその東日本大震災で原発問題、はい、エネルギー問題というのを、ね、この番組取り上げてきたんですけど、はい、いよいよ今度これ舞台が九州ということ で、まあ、今ここ の熊本の震災になんか絡んでといいますか、うん、問題になっているのが仙台原発、うん、仙台原発、うん、最近になってですね、その反原発の運動っていうのは下火になってはきたんですけども、うん、ここに来てなんか息を吹き返した感じになって、うん、非常になんか腹が立つっていうか、うん、ね、もうこの人たちはねもう本当にねいつも思うけど何を考えてるのかなというか、うん、そうですね、うん、まず被災地の復興とか、うん、そういうのが先にあって、そうそう、これを機にですね、うん、自分の政治的なイデオロギーを前面に出してやるっていうのはちょっとねどうなのかなって、これこそ不謹慎だと思うんですけど、ね、いや、ね、はい、こう私たちは多分この地震が発生したってなったら、はい、現地では大丈夫かなとか、ね、何が足りないのかなとか、どういう助けができるのかなとかいうところが一番に行くじゃないですか、はい、この人たちは原発 でとにかく原発止めろ原発止めろ原発止めろって、これを官邸とかですね、はい、宮殿とかですね、はいはいはい、そういうところにもう本当に震災が発生した直後から、はい、ガンガン電話をかけて、うん、まあ、回線パンクさせたり、もう逆にそっちが目的だったんじゃないのって思ったりとかして、はいはい、もう九州電力とかもですね、うん、震災直後すごい停電になったりとか、その復旧の作業で手一杯なのに、うん、そこに電話かけてっていうのはもう完全に妨害してる、妨害ですよ本当に、としか言えないんですけどね、うん、はい、もっと大事なことでね、うん、通信回線っていうのを使わないといけないわけですよ、はい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 、こういう時っていうのはね、パンクしちゃうとね、うん、大事な情報が届かなかったりとか、いや本当に、ね、うん、この人たちね同じ日本人なのかと思っちゃいますよね、はい、うん、じゃあ具体的にじゃあヒロさんに解説いただきたいんですけども、はい、仙台原発止めるとどうなっちゃうんですか。そうですね、仙台原発を止めるとですね、これ九州電力の、ホームページから引っ張ってきたデータなんですけども、うん、送電網がですねこのようになってまして、はい、熊本県にを大きな送電網が通ってるんですよ、うん、でここを寸断、もし寸断されるようなことになると、うん、主要な火力発電所とかがですね九州の北部の方に集中してまして、はい、仙台原発の出力が大きな火力発電所がいっぱいあるんですよ、うん、でそれらの送電電力が南部に届かなくなるわけですよね、うん、はい、もし寸断されてしまう、今回寸断されてないんですけども、うん、でそうなるとその南部の電力っていうのは仙台原発でカバーしないといけなくなっちゃうんですよ、うん、でもし、まあ、そうな仙台原発止めて南部が停電しちゃうと、うん、当然震災の復興にも支障が出てきますよね。そうですよね、うん、今一番大事な時期ですからね、はい、でライフラインの一つですよね、そうです、大事な、うん、一番大事な、まあ、水も大事ですし、水はね給水車で持っていってそこでもらってとかでしのげるんですけど、うん、やっぱり、ね、電気は貯めれないし、うん、持っていけないし、そうなんですよ、うん、大事なんですね、え私も阪神・淡路大震災を聞きましたけど、はい、でこのちょっと頭がおかしい人たちが、はい、言ってるみたいにそんな危ないものなんですか。はい、やっぱ一応彼らは、ね、想定外に備えてですね、うん、仙台原発止めろっていうふうに言ってるんですけども、うんうん、想定外って言っても仙台原発は一応ですね620ガル
の揺れを想定して、はい、案を設計してますと、うん、でこれでは足りないって言ってるんですよ彼らは。でその根拠はですね、今回の地震の震源地の揺れは1500ガルぐらいだったんですよ、ね、だから原発直下で、うん、揺れが発生したら持たないんじゃないか、うん、ですけどね、別にですねこの想定の揺れを超えたとしてもですね、うん、福島のような事故がですね発生するというわけではないんですよね、うん、そうですね、まあ、そもそもかなり離れてますし、じゃあ今度のこの揺れが余震とかでその直下型で来るとかいうようなことっていうのはちょっと今のところ可能性は非常に低いと思いますし、うん、可能性は低いですし、うん、でしかも600ガルが限界っていうわけでもないんですよ、うん、はい、設計マージンある程度 20% か 30% で取るのが基本なので、うん、だからその1000ガル程度であれば全然問題なし、うんうん、でそれを超えたとしても重要なのはその電源というか冷却手段がちゃんと確保できているかどうかなんですよ。そうですよね、うん、そもそも、まあ、あれですよね、東日本大震災の時も、はい、よく言われます女川原発は揺れに耐えたわけですよね。揺れに耐えましたね、うん、想定された震度を超えてたんですけども、うん、揺れには耐えました、うん、で福島第一の方も一応揺れには耐えてたんですよ。そうそう、うん、あれもね揺れには耐えてるんですね、はい、結局は津波だったんですよね。津波ですね、うん、先ほどヒロさんおっしゃった、はい、冷却手段がなくなってしまったっていう、はい、そこで、まあ、あのような事故になってしまったってことなんで、小長原発は高台にあったので、うん、津波の被害を免れたんですよね、うん、はい、で一応予備電源も高台にあったので、うん、それは大丈夫だったと。でただ福島はその予備電源とか予備の発電機が地下にあったので、うん、津波が襲ってきてそれが全部水に浸かっちゃって使えなくなった、はいはい、で、そうですね、冷却手段がなくなったからあのような事故になったの で、うん、で仙台原発の方もですね、うん、一応揺れ160ガル感知すると止まるようになっているので、うん、はい、で全然それ止まった後冷却する手段がちゃんと、うん、準備を確保できていれば、うん、事故は起きません。そうですね、はい、もうこの人たちはあんま津波のことには言及しないんですかね。うん、津波をちゃんと考えようっていうことですね、うん、一応浜岡原発に、まあ、一応取材というか見学に行ったんですけど、はいはい、その時も、まあ、大堤防というか津波防波壁が、うん、できてましたし、うん、仙台原発も同じような津波対策はされてます。そうですね、はい、ですから、はい、原発事故がまた再度起こるようなことは今後は考えられないと思うんですよ ね、うん、そうですね。ただ想定外って言っても、うん、リスク全てに対応するってことはできないです。そうですよね、はい、で全てのリスクとか想定外をちゃんと考えろって言ったらもう外も出歩けないですよね。そうそう、はい、やりきれないわけで、はい、でもまあ向こう側の人たちはだったらやめろっていうわけでしょ、うん、全てのリスクに対応できないんだったらやめなさいって言ってるわけだから、そんな議論には付き合いきれませんよ、はい、ということですよね、はい、じゃああんた想定外のリスク考えて、うん、飛行機に乗らないのっていう感じ。そうそう、いやね、想定外のリスク考えてたらね、家から外に出れないし、出ないし家の中にいたってリスクありますよね。ありますね、隣から火事が来るかもしれないし、はい、うん、街歩けばなんか車が突っ込んできて交通事故に遭うかもしれないし、うん、世の中リスクだらけですよ、そんなの、はいはい、うん、ね、でそもそも止めてもリスクは変わらないというお話ですよね。次は、ね、はい、動いたとしても動いていたとしても、うん、止めたとしても事故が起きるかどうかっていうのは先ほど何回も言っているように、はいはい、冷却手段がちゃんとあるかどうかだけの違いであって、うん、止めたとしても冷却手段がなかったら事故は起きるんですよ、はい、そうですね、うん、で止めた状態だったとしても、はい、そこに津波が来れば同じことですもんね。福島何を言ってるんでしょう、うん、福島も最初の揺れでちゃんと止まってた、うん、安全に止まってたんで、うん、その後も冷却ができなかったのが原因なんで、ね、だからもうどう考えてもね、仙台原発を止める理由っていうのは、ね、はい、どこにもないんですよ、はい、うん、ということです。では先生まとめです、はい、うん、ですね、今はですねそのライフラインの一つである電気を止めたらですね、うん、復興が遅れるのは目に見えてますよね、はいはい、それなのに止めろっていうのはまあ正気の沙汰とは思えないんですよね、うん、でまあ、その想定が足りないっていうふうに言われてるんですけども、で重要なのは冷却手段の多重化であって、これは今回原発の話の一番最初の回で、うん、そうですね、浜岡原発の件で説明した通りであっ
て、はい、想定外にはそのかなり対処されてるとは思うんですよ。そうですね。ちなみに浜岡原発は1500ガルの揺れに対処してます、はい、すごい、はい、というわけでもう最終結論としては今止める必要は全くない、全くないですね、うん、それよりも震災の復興に力を入れるべきですよと。 ですね、うん、それよりも妨害活動をやめてください、はいはい、何もしなくていいです。あ、何もしないで引っ込んでてください。はい、はい、ということで今日も最後はちゃんと皆さんにメッセージが伝わったと思います、はい、先生どうもありがとうございました、はい